はい、近藤養魚場さんのサンケ搭載16センチです。お願いします。はい、まあ、こちらのサンケは本当にまあ有名のあるサンケをちょっと出品しました。もう丸天のまあ3段4段といいますか、まあ、模様の変化のある、いい声だと思います。今後半の方からまあ重ねではあるんですけど、墨が2箇所、ものすごい、いい墨がついて決まってきております。この声はですね、あの型墨、画像でも多分分かってもらえると思うんですけど、この白場のところに大きな、青地を持っているんで、まあ、ここが出てきてくれる可能性が高いと思います。またですね、あの背びれの白地のとこ、ちょうどバランスよくここにも青地がしっかりついておりますんで、まあ、背びれの部分はですね、今少し、墨が起きかかってきているんで、ここは、まず起きてくれるんじゃないかなということで、まあ、型墨が起きれば、地肌もいいですし、品評会でも使える、素晴らしい鯉になってくれるんではないかと期待しております。はい、それでは横の方もお願いします。はい、後半から決まってるんで、こう前半の 型まで墨がバチッと決まると、ここらももう墨が出かかってるんでね、はい、墨が出るとまた印象がだいぶ変わりそうですね。全然変わりますね。はい、これからが楽しみですね。またそうですね、墨の変化を、まあ、この手の三景の腹は結構墨決まりやすい腹なんで、もう本当に出てくる可能性が高いと思います。はい、そのあたりの変化も楽しんでいただける一本じゃないでしょうか。はい、こちら近藤養魚場さんの三景、サイズの方が16センチです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。